ふさ、えー、と申します。こういうはや14ふさという、えー、スクリーンネームでやっています。えー、こういうなきがわのアイコンをどこでも使ってて、ツイッター、Twitter、でも GitHub でも、このはや14ふさというスクリーンネームでやっています <laughs>、えー。今日は、LIM、Me andCommunity というタイトルなんですけれども、まあ、とりあえず最初の半分から3分の2くらいですかね <laughs>、は、自 i m と私についての、えー、お話をしたいかなと、えー、考えています。 えー、僕の5年間の、えー、VIM の旅について <coughs>、えーまあ、最初の1枚目なんですけれども、まあ、このスライドだと、えー、最初の2012年から14年最初の12年ですね、えー、まず最初、えー、ちょっと VIM との出会いの前の話になるんですけれども僕がプログラミングを始めたのは 2012年の後半、大体5年前ぐらいで、まあ、最初はプログラミングというよりも、単にブログをなんか公開したいとか、サイトを作りたいとかで、HTML と CSS と JavaScript から始めて、まあ、ちょっと Python も一応触ってたぐらいで、まあ、特に実はもともとプログラマーでもないし、ソフトウェアエンジニアになるとも、この時点では全然思ってませんでした。この時僕は大,体大学2年生 ですね、<laughs> はい。で、えーはい、これがビームとの僕と,僕とビームとの出会いなんですけども大体、えー、いいプログラミング始めた半年後ぐらい、えー、2013年の2月16日にツイートが残っているので日付まで分かるんですけども、えー、その日にビームチューターを、えー、やったっていうツイートが残っていて、まあ、これが僕とビームとの旅の 始まりりになりま,す <laughs> まあこれなんか一回こ <laughs> スライド作っててなんで僕ビ i m 始めたんだろうなっていうのをもう一回考えてみたんですけれども <laughs> やっぱ単にビ i m ってかっこいいなっていうのと <laughs> いやすごい高速で効率的な編集ができるっていうのを聞いててなんかなんとなくかっこいいなって <laughs> 思って使っただけでした実ははい。<laughs> すいません残念ながら 面白い理由づけはなかったんですけれども、まあ、これが僕と僕のビームの旅の始まりで、まあ、そのこのビームとの出会い、開逅がまあ僕の人生を変えたということが、後になって分かりました。<laughs> はい、ということで、始めましょう。えー、まず一つ目、えー、今回 5年間すべ、まあ、てをもちろん紹介するわけではないんですけれども、まあ、いくつか僕が関わってきた主要な VIM と関わる活動について、えー、紹介したいと思います <laughs> え一つ目は EasyMotion、えー、ーーーですねこれが僕,僕が一番好きなプラグインで、えー、最初 VIM チューターを始めて数ヶ月とかは何も <laughs> 効率的な編集なんてもちろんできなかったんですけれども、なんかいくつかプラグイン、好きなプラグインとかあって、その一つが VIMEasyMotion、えー、でした、えー。まずこの EasyMotion っていうプラグインの、えー、これ、VIM の拡張なんですけれども、そういう機能をちょっと紹介させていただきたいと思います。これ、すごい便利なんで、おすすめです、えー。いくつかいろんな <laughs> 機能があるんですけれども、基本的にはある まあ、正規表現パターンにマッチした画面上のものを何かしらのラベル A とか B とか C とか、えー、まだ2文字の FK とかに、えー、置き換えてその後そのラベルを、えー、タイピングすることでその目的地に、えー、カーソルを移動させるという、えー、プラグインになります <laughs> この一つ目の、えー、スライドはワンキャラクターファインドモーションって呼んでるんですけれども、まあ、VIM のデフォルトの F って いう、えー、モーション行内で、えー、ターゲットのキャラクターを打つとそこに飛ぶっていうやつがあるんですけどもそれのある意味拡張みたいな感じで、えー、最初に、えー、リーダー S これはもちろんユーザーが、えー、決めれるんですけども何かしらトリガーを、えー、タイプしてもらった後に、えー、ターゲットのところの文字列ここではちょっと小さくて見づらいかもしれないんですけども、えー、文字列 S のところに飛びたいので、えー、S を打っています。その後 えー、画面上の S すべてが切り替わってラベルに置き換わりますで、えー、ターゲットの部分が FK と書いてあるので F を押した後に、えー、K を押すと、えー、そのとこに、えー、一発で飛ぶことができますで一応このラベルが2つ付いてる黄色い上の方は黄色の2つの文字列が見えると思うんですけれどもこのラベルとかが、えー、僕がフォークスで足した1つの機能となってます えー、2つ目、これはほとんどさっきの拡張の話なので、えーまあ、簡単に説明しますとさっきの2文字バージョン、えー、1, つ1つの F だけを検索すると画面内に F ってもう100個も200個もあるときってたまにあるんですね。そうするとすごいラベルの数が加算できて2個も3個もになるとすごいジャンプしづらいと、えー、そこでターゲットの文字列ここでは FU ファンクションの FU ってところに飛びたいなってなったので。 最初に S のトリガーを打ってその後に FU っていうのを押すと画面上の FU にマッチするところがすべてラベルに置き換えます。であとはラベルを打つとそこに飛ぶ。<laughs> えー、これのまあ何,何がいいかっていうと大体 FU まで押すとまあ大体数十個も画面上にマッチはないのですごいラベルの数が短く済んで先ほどのようになんか黄色の2文字ラベルみたいなのが、えー、この画面上に見えないのが。 わかかるかと思います、えー、もう一個 EasyMotion の機能を説明させていただくとこの HJKLMotion いうことで、えー、実は僕は H と L のは使ってないんですけれどもまあビビの基本のカーソル移動である HJKL で上下左右にカーソルを動かせるんですけれどもこの EasyMotion の場合はその J とか K は行の行 を、えー、ターゲットのパターンとしてすべての行をラベルに置き換えてそこに飛んだり、えー、と H と L の左右の移動はなんか、えー、これは実はいい感じの正規表現なんかそこそこいい感じの正規表現を使って、まあ、なんか <laughs> いい感じにラベルをマッチさせてそこに飛ぶっていうことができて、えー、これで結構縦横無尽に画面内を移動することができます。 でちょっと EasyMotion の開発の裏話みたいな話をするんですけれども、えー、実は先ほどもちらっとメンンション言ったんですけれども僕はオリジナルのオーサーではなくてこのロカルトグっていう、まあ、ロシアの開発者結構他のプラグインも有名なものを持ってるんですけれどもその人がもともと作ってましたでこれが僕が VIM を始めた時からすごいずっと好きで。 大好きだったんですけれども残念ながら最初に開発した後ほとんどアクティブに、えー、メンテナンスがされてませんでした。で単にメンテンされてなくてなんかたまにバグがあるとかだけじゃなくてもっと、えー、こんな機能があったらいいのになとかここは改善できるのになとかいうその改善のポイントが、えー、すごいたくさんあったなって感じていてで、えー、その2014年の。 13年の後半ぐらいにちょっとビュームもプログラミングもまあわからないぐらいのおぼつかない状態でしたけどちょっとフォークしてみようかなと思ってフォークしてなんかいくつか報告されてたバグをえ潰したり <laughs> まあ新しい機能を足したりしましたでそうしてるとえ大体1月24日なのでまあ 3か月か4か月ぐらいですかね、なんかフォークして、えー、自分で改善してると、改善してて、もうそろそろ反応ないから、なんか、他のリポジトリ名に変えて、自分でもやっちゃおうかなって思ってた頃、ちょうどその頃に、えー、オリジナル作者の方から、僕のフォークのレポジトリの方に、ぜひコラボレーターになって、えー、開発を引き継いでくれないかっていう頼みを受けて、えー、ちゃんと元のレポジトリに、 コントリーーをすることですでにもともと大体スター1000ぐらいのレポジトリですごいたくさんの人が使っすごいたくさんの人に使っていただいていたプラグインなので僕の改善が、えー、そのままその皆さん既,に既存のユーザーに、えー、与えられる享受できるっていうのがやっぱいいなということで、えー、ぜひということで開発を、えー、引き取りました。でえー 開発を引き取って、まあ、これは単に成長の様子って感じなんですけれども、まあ、最初は1000ぐらいスター1000ぐらいのところで僕は開発を引き継いだんですけれども今はやもう3500に、まあ、もうちょっと取るかなぐらいのところまで行って、えー、結構ちゃんと、えー、引き継ぎもスムーズにいって、まあ、皆さんに愛されるプラグインになったかなと、えー、個人的には思っています。 で何が良かったかな,かなっていうのを考えると、まあまあ、まずオリジナルの EasyMotion のレポジトリのリスペクトというかがちゃんとあったのは一、まあ、つまず最初の段階だったかなと思っていて結構こういうのってなんかぽいほい別の独自プラグインを最初から作っちゃったりするとかもあって、ま、別にそれが悪いっていうわけではないんですけれども今回の EasyMotion のケースではずっとオリジナルリスペクトしたっていうのと が結構うまくいいていてそのフォークして機能を足す時もえずっと広報互換性バックアードコンパティビリティをすごい大事に開発していてえ結構まあそ,こそこそこドラスティックな変更が一応入ってた入ってたんですけれどもちゃんと広報互換性を気にしつつ改善したのでえ引き継ぎ時もちゃんと ユーザーは単にアップデートするだけで既存のプラグインの状態が壊れることなくアップデートできてなんか設定すれば僕が改善した機能が使えるというふうになりました。で、あとは、スタートとフォースモーステップという小さいところからコツコツとやれる,とこ,ろやれることから やったったていうのは結構良かっったかなと思てていて、えー、この頃プログラミング始めて、まあ、1年も正直経ってなくて、えーまあ、なんか全然分からなかったんですね。プログラミングも分かんないし VIM スクリートも全く分かんない。でもなんかいくつかバグをちゃんと見てると、まあ、なんかどうやらここを直したら改善できるじゃないかとか、えー、あってマルチバイト関連の修正をしたり。まあ ちょっと簡単なフラグを足して、まあ、ちょっとだけですけど、えー、挙動を変える例えばさっきの HJKL モーションっていうのがあっ,あって JK の縦の移動のやつは以前は先頭行の先頭にしか飛べる飛べないモーションだったんですけれどもそのカラムの状態もちゃんと保存したいなっていう要望が結構みんないろいろあったので、えー、それを単に1個フラグを足して、えー、まあその1個単にフラグを足すのがいいかどうか置いておいてなんですけれども たしてそのちゃんとカえもをプリザーブ保存するモーションを実装したりすることができました。でまああとは単純に僕が僕だけが開発したというよりもなんかいくつかちょっとしたフォークレポジトリがあっていくつかコミットが足されてたりなんか結構ホットなイシューイジーモーション開発止まってるけどこういうのがいいんじゃないかみたいなイシューがあってそこでなんかいくつかコミットこういう機能を開発してみたんだけどとかそういうコミットが。 えいくつかあったのでそれを取り込んで調整したりみたいなことをしてて本当に全然大したことはしなかったんですけれどもまあこういう小さいとこから始めることで別にプログラミングとか VIM が分かんない状態でも何かしらの貢献ができたっていうのが良かったかなと思います。でえ特に今後良かったかなっていうのがまあいろんな他の VIM プラグインとか VIM プラグインの作者 の人たちとアイディアをインスパイアされあったりいくつかコラボレート協力してなんか機能を作ったり、まあ、あとは競争ですねがあったのは結構、えー、重要なファクターでしたそれをちょっと説明するとこれは全てを別にカバーするわけではない,ではないんですけれども僕が思いつく限りで、まあ、他のビームプラグインとか作者とのイージーモーションとの関連をちょっと図示してました もしかしたらちっちゃいもんじゃ見えづらいかもしれないですけど、えー、例えばクレバー F っていう、えー、リンダ PPRYSRHYSD さん、えー、リンダ PP さんっていう人がクレバー F っていう、まあ、F の、まあ、クレバーなもの、えー、ちょっと説明すると、えー、普通は F で移動した後はセミコロンを押すと次に飛んだりできるんですけれどもそセミコロンを押すんじゃなくて F をもう一回押したらもう一個次のマッチに飛べばいいんじゃないかっていうのが 革命的アイディアみたいな感じで <laughs>、えー、これが結構面白かった。でそれのクレバー F の一つのアイディアに「ミゲモ」っていうのがあってみ、まあ、ゲモっていうのを一応まあちょっとだけ簡単に説明するとなんか日本語をビ i m とか EMAX とかで検索するときにいつも i m e とかで漢字に変換してとかひらがなに変換して検索するっていうのは結構つらい大変なことだと思うんですけれどもなんかその代わりにローマ字で、えー、例えば モーション移動っていう感じがあったとしたらなんか「I」って押すとその移動のところ移動「I」に飛べるっていう <laughs> そういう右へ持っているやつをクレーバー F はその1文字のキャラクターだけ全てもうテーブルをプラグインの中に持つことで F え違うなさっきの「I」はなんか移動とかいろんなひらがなの「E」とかにマッチするみたいなテーブルを作ってそれに飛ぶみたいな機能があったんですね。 でこれは僕は日本人として <laughs> すごい便利だなと思って EasyMotion にもぜひこ,れこの機能をまあパクって入れて,入れてもいいですかっていうのをリンダンさんにえまあ相談したりして、えー、その機能を足し,したりしましたでその c l e イフ r f と、えー、結構競合するプラグインとして VIM スニークスっていうのがあるんですけれども、えー、左下ですね、えー、この VIM スニークスっていうやつは、えー F の拡張なんですけれども普通のビムデフォルトの F が1文字を対象にして次のマッチに飛ぶんじゃなくて2文字のキャラクターを対象にジャンプするっていうようになりますあとは行をまたいでも移動できたりするこのビムスニークスとは結構競争する関係にあってこの2文字で移動するっていうアイディアは まあ一応、ビームスニークスとか、ちょっと他のプラグインもあるんですけれども、そのプラグインからインスパイアされたりして、EasyMotion ーーーにも入れたし、そもそもビームスニークスの方も EasyMotion ーーースタイルのさっきのラベルに変換してジャンプするといった移動をインスパイアされて作ったりしています。つけたりしています。で、他にもこのビームスモールスっていう、これは TQMG さんっていう、今日の発表。 豪華な発表にでも発表される方が v i v s m o r l s っていうプラグインを作っていてこれも EasyMotion ーーーのラベルジャンプにインイスパイアされて作られたはずなんですけれどもこれはすごい革命的な機能がいろいろあってまあでもそのうち一つの,この検索別に1文字とか2文字じゃなくてなんか複数文字を検索してそれをラベルに変換するっていうことをしていてそれ便利だなと思ってそれも EasyMotion ーーーーに。 たたりししてましたでそれとほぼ同時期に、えー、次は下のビムオーバーっていうおしょうまんがさんという人が作った、えー、プラグインがあるんですけどもこれは、えー、サブスチュート、えー、コロン S で置換するコマンドをインタラクティブに、えー、検索した部分をハイライトして置換後の文字列を表示するというものがあるんですけども、えー、これもちょっとインスパイ、えー、されていて。で このビムスモールスもビムオーバーもこの文字をインタラクティブに打ってハイライトしてるんですけれどもこれって結構ビムでは実はそんなに難簡単なことではなくてすごい裏では大変なことをしてるんですねでそれをイージーモーションにもバックポート N キャラクター振って検索したいなっていうやつを掃除するときにビムオーバーの方のーまずビムオーバーの方のコードをじゃあちょっとまあ 解釈というかまずプルーフ・オブ・コンセプトとして作ってでこんなの使いたいんですけどってお正漫画さんに、えー、相談して、えー、そしたらなんか、えー、ライブラリにしましょうっていう話になってこのビムオーバーのそのコアのあコアじゃないな、えー、コマンドラインをエミュレートする部分をそのバイタルオーバーっていうビムスクリプトのライブラリに、えー、切り出してくれてでこれを、えー、結構僕とお正漫主にお正漫画さんが開発してたんですけども僕もなんか アイデア出したりインターフェース考えたりとか言って協力して作ったりしてましたでこれが次の実はインクサーチドットビームにもつながりますインクサーチビームっていうのはビームコンフ2014でも実は発表したんですけれどもちょっとここでも紹介させていただきますいろいろなコンテキストがあるので、えーまあ、まずジフを見ていただけるといいと思うんですけど まあデあフェを見ればえ分かるとおりまあ検索している最中インクリメンタルにえマッチしたパターンをハイライトするというプラグインになっていてこれはまさにさっきのバイタルオーバーというエミュレートされたコマンドラインを使ってインタラクティブに毎回えハイライトを更新することによってえ実現しています他にもえいくつか機能があったりしてえこれはインクリメンタル中に 検索中にカーソルを移動するって機能なんですけれども、えー、単に前後の次ネクストプレビアスマッチに飛ぶってやつにも加えて、えー、スクロールしてから次のマッチに飛ぶっていう、えー、今回はコントロール J とコントロール K でスクロールダウンしたりスクロールアップしてるんですけれどもこれは、えー、検索してても,もさっきのイージーモーションの話と似てますけどこのようになんかパターンってやつがいっぱい画面内にマッチしててでも別に え目的地はもうこの画面内にないのは分かってるって時になんか N をいっぱい押したりまあ最近のビームではインクさん中に CtrlG を押すと NEXT のマッチに飛べるんですけどもずっとその N を押したり CtrlG を押したりするっていうのは結構億劫くなのでえもう画面内にないって分かったら次のスクロールして次のマッチに飛ぼうっていうアイディアを実装してえこれは結構ビームコンフでも2014年のビームコンフでも。 共有できて、まあ、結構良かったかなって、えー、一つの機能ですね。今 <laughs>、まあ、ちょっと、えー、開発の裏の話をもうちょっとすると、まあ、そのプラグイン名が合わすように、まあ、改善された検索の体験を、えー、提供したいなっていうプラグインで,で、まあ、コンセプトというか自分がずっと理念として持ってたのがまあ NIXArchVIM にデフォルトの VIM が空気のように行ったり来たりできるというか、全然デフォルトのビムの検索と違う強度がないようにすごい頑張って、いろんな裏でいろんなちょっとハックとかをして実装しています。で、システ言いますと、この VitalOver ーーっていうライブラリをすごいヘビーに使っています。はい えー、ついでに、この次の,この検索関連、EasyMotion でカーソル移動を改善して、inksearch.bim で検索と、まあ、検索で移動するっていうところを改善したんですけれども、まあ、さらに検索関連でそのス、スター、えーなんだ、アスタリスクの文字列で移動するっていう機能が BIM にはあるんですけれども、そのカーソル化の単語を 検索対象としてて次に飛ぶっていう機能ですねでそれが結構不満があったのでビ m a スタディスクっていうのを、えー、インクサーチド b トミ m のつ、まあ、いでみたいな感じで作ってます。<laughs> えー、でこれ機能をちょっと説明紹介させていただくと、まあ、この Z スター、まあ僕は実は Z スターじゃなくて普通にスターでも置き換えちゃってるんですけれども普通のデフォルトの スターのモーションってもちろん次のカーソル化の単語をパターンとして次のマッチに飛んじゃうっていう仕様なんですねでもこの次のマッチに飛ぶっていうのは結構いらないケースがよくあって例えば VIM に GN っていうテキストオブジェクトがありましてそれは検索されたパターンに対するテキストオブジェクトなんですけれどもそれに対してデリートしたり チェンジしたりすするることができるんできんねでそれを使う時にだいたいカーソルのの単語と他の単語を痴漢したいのに最初に次のチに乗ってしまうとなんかもう一回戻るみたいなすごいバカみたいな話になってしまうので、えー、このアスタリスドトメイルでは単に検索してカーソルを移動しないっていう機能を一つ足してます、えー、他にも、まあ、単にカーソル 動かさないモーションだけじゃなくて、まあ検索えー、ビジュアルでハイライトして、じゃあ違うビジュアルで選択したところを検索したいなっていう、えー、要望もあるので、それも実装しています、これは実は進化さんのビジュアルスターっていうのを、えー、コードをちょっと参考にして作ってて、これも、えー、カーソルが移動しないバージョンを作っているので、まあ、すみ分けはできているかなという感じですね。 でもう一個これすごい面白い機能で実は多分あんまり紹介できてないので皆さん知らない人がアサヒスビームを知ってたとしても知らない人が多いかなと思うんですけどももともと誰かちょっと他のギター部のユーザーからのアイディアで、まあ、協力して実装したんですけどもこのビームの検索ってオフセットっていう概念がありまして単に検索したところの先頭に飛ぶだけじゃなくてマッチの一番後ろに 飛ぶ状態で検索するとか、えー、この例ではハイスラッスエスプラス三ってやるとマッチのスタートから右に三個分のところに飛ぶっていう状態で検索していいのかラージエヌで移動できるっていうのがあります。これをアスタリスクドッビームでも応用するっていう、えー、アイディアがありまして、これ何を教えるかっていうとイズ風を、えー、確かイズビジュアルに 変換したいんですけども、まあ、全部変換するまとめてさっきの CGN で変換してもいいんですけどもまあイズは合ってるしイズアンダースコア次のところにカーソルを合わせてアスタラリクトトトビームのスターのモーションを使うとそのイズ風の F のところにカーソルがあった状態で次のマッチに飛んだり前のマッチに飛んだりするっていうことができるようになります。ここうすることとにによって単に CE とかで えー、単語の後ろまでの対象として置換してこのように変換するみたいなことができてこれ結構面白い機能だなと思っててこれもちゃんと GitHub で公開するとして他の人にアイディアをもらったすごいいい例だなと思ってちょっと紹介させていただきました <laughs> はいまあこの最初の大体12年ですかねの えー、紹介はこんな感じで、これ実は3枚あるんですけども、次,次が、えー、大体2015年から6年ぐらいの話 <laughs> になります。まず一つ目、まあ、さっきのまた EasyMotion じゃないわ、インクサーチ .beam のバージョン2の話、これはちょっとだけ紹介するだけなんですけど、まあ、インクサーチ始めたときも、まあ、そこまでまだ ビ、えームスクリプトマスターじゃなかったというかプログラミングもあんまり分かってなかったんですけどもだいたいインクサーチとビームの最初のリリースが1年経った後にもっと改善したいなって思ってあのモジュール機能モジューラベルな機能を足しました <laughs> っていうのは何か何かしらユーザーとか他のプラグインがインクサーチドとビームを拡張できるっていう API を提供してこの例では例えばファジーサーチなんか適当な文字を打ってるんですけどもなんかそれにマッチする いい感じにマッチするところを対象にしてくれたりあとはさっきの右毛ができるっていうや自分には紹介してないんですけどあったりまあこういう機能が出せるようなことをしてまあ結構面白かったえでああで次このバイタルパワーアサートっていうところの紹介これを簡単に紹介したんですけどもこれも実はビムコンフ2015年で紹介してました えー、これを簡単に説明するとこのスクリプト言語とかであスクリプト言語じゃないなプログラミング言語のテストとかでアサーション,何アサーションをすると思うんですけれどもたまにこのタイプがストリングかどうかっていうのをやるんですけれどもそもそもこのイカっていうオブジェクトがどういう状態だったかっていうのが分かんなくてなんかテスト結果を見ただけでもよく分かんないなっていうことがあるかと思います。 それをアサ,ーションこのアサーションするところのすべてのエ,エクスプレッション式をすべて評価してこのようにグラフィカルに表示することによってそのテストの時のそれぞれの変数の状態を表示するってことができます。これはまあ2つ紹介したわけがあって1つは PowerAssert ーーですっていうもともと あトもっとをたどるともっと別の言語なんですけれども、PowerAssertJS ーーという JavaScript 用のアサーションライバーを最初に知ってて、あこれ、VIM でも実装してみたいなと思って作ったのきっかけで、でもう一つは、結構すごいグラフィカルで、まあ、グラフィカルのところは難しくはないんですけれども、結構、これを実装するには VIM スクリプトをパースしないといけないんですね。ここれって結構大変なことで 僕にはなかなかできないことなんですけどももともと幸広中平さんかなっていう人がビームスクリプトでビームスクリプトをパースするっていうすごい変態的なライブラリを作っているですねこれを見たらあどうやらこのパワーサートってやつこれ使えばできるんじゃないかと思って実装してみたっていうのがきっかけで、まあ、こうやってなんか。 さっきのバイタルオーバーでもそうですけれども別に全部自分で実装しなくても結構すごい巨人の肩に乗るというかもともと便利なやつを使ってちょっと付け加えて便利なものにするみたいなことはできるので、まあ、結構面白いなと思います。でこれはちょ,っとちょっとだけ説明するとこの2015年の最後かなビムオペレーターフラッシュというやつを作っていてこれは何が言いたいかというと おさっきのまた TQMD さんが作ったアトム版のあすいません <laughs> アトム版のビム、えー、の拡張ビムモードプラスっていうものがあったんですけどもその一つの機能として対象のオブジェクトを一瞬ハイライトするっていう機能を、えー、教えてもらってですねこれビムでもやってみたいなと思って作ったっていう。 イインスパイアされて作ったっていうのがあります。で、最後、そのこの年2016年の、あ、これ最初の方か、アーリー2016になるんですけれども、えー、これはまた EasyMotion の話にちょっと一回戻ります。これはどういうことかというと、えー、バージョン3を実装して、このついにこの、 もともとは実はウィンドウ内でしかイージーモーションのラベルを置換して移動するということができなかったんですけどもこの2016年の時に V3 を作ってやっと別のウィンドウにも飛ぶっていう機能を出すことができましたこの例のように、えー、なんか通常2つの文字、えー、とモーションの種類もいろいろサポートしていて 2つのキャラクターをターゲットとしてラベルに変換してジャンプするっていうやつとかさっきの JK、ラインで移動する JK モーションって呼んでるんですけどもそれで移動するだとか、えー、検索のやつと組み合わせてファンクションと検索してラベルに変換してジャンプするといったようなことができました。 えー、この裏話的なのをするとこれ結構実は裏ですごい革命的な出来事が個人的には革命的な出来事が起こっていてですねもともとこのウィンドウをまたぐ移動ができなかったのはイ、えージーモーションのラベルを置き換える機能っていうのは実はバッファーを書き換えて実現してましたでバッファーの文字列を書き換えてしまうと同じ えー、バッファーを他のウィンドウで表示したときにその書き換えたバッファーとバッファーが書き換えたバッファーの文字列ともう一個こっちのウィンドウでも書き換えた選べるとかバッティングコンフリクトをしてしまうって問題があって、えー、長らくできなかったというかもともとの思想では実現できなかった機能でした <laughs> でもこれはこれはなぜできたかっていうと一つは VIM のコンシールっていう機能があって まあすごいリッチにテキストをオーバーレイで表示するっていうようなものではないんですけども疑似的にマッチしたものをバッファのテキストを書き換えずに表示上見た目上だけキャラクターを書き換えるっていう機能がビームに入ってそれが実は使えるんじゃないかっていうのが、えー、実はビーム,ムスニークっていう先ほど出てきたプラグインが最初に使っていて、えー、その 発想をお借りりしして作りましたで、まあ、他にもいろいろ実はトラップがあったんですけれどもこの2016年にどうやらできそうっていうことでやってみたっていうのがきっかけでで,でもこのウィンドウ間も対象にするっていうのは結構ドラスティックな変更なんですねもともとはウィンドウ間しか対象としなかったので、えー、相当リファクタリングしないといけないでこれ しリファクタリングしてなきゃいけないし結構複雑ちょっと大変ですよね。でこの時の V バージョン3のリリースではもうともとのコードベースが来なかったっていうのもあって、まあ、もう一から作っちゃおうっていうことで一から別のライブラリ的な感じで、えー、ウィンドウ間移動サポートのこのラベルのモーションをサポートして。 でインターフェースを合わせ,ちゃう合わせてこれで実は広方互換性保てばいいんじゃないかということで実装しました。<laughs> はい、で1、えー、個、えー、脇道にもう1個添えると EasyMotion のバージョン3でそのさっきのコンシールっていう機能を使ったんですけれども EasyMotion とかですごいヘビーにこういう機能を使ってると 大体なんかすごいコーナーケースのバグとかがあってそれを1個この時直したりしてました、まあ、詳細はそこまで説明しないんですけどもすごいバグの再現というかすごい複雑な条件で起こっていて VIM のコードベースって今までその僕の紹介,しやつで紹介してきた活動で VIM のソースコードって触ってなかったんですけれどもなんとか頑張ってソースコード読んでみて どうやらここが問題だっていうのとかを、えー、<laughs> 調べてですねでち,ょちょっとハックな、えー、修正方法で修正してテストを書いた後にこに尾崎喜一さんっていうビームジェ m j p の人に助けてもらってもっとすごいスマートな、えー、テストをテストじゃないわ実装修正実装をしてもらって入りましただからこれが、まあ、実際2番目なんですけど2番目の僕らの名前が入ったパッチに なりますで、えー、このスライドは次これはイージーモーションもつ緒に終わりですねで次の3枚目になるんですけどもまず最初はこのバイタルジョットビームっていうやつを改善した話をこれはちょっとだけしようかなと。 思っててえー、バイタルビームっていうさっきもバイタルオーバーっていうライブラリが出てきたかと思うんですけれどもそれの、まあ、基盤というかのライブラリがビムスクリプビムスクリプトライブラリがありましてで一つ実はも問題があったのがい特定の環境で最初の起動ローディングが遅いっていうイシューがあって。 さっき紹介したビ i m e a s ー m o t i だとか Inksart.VIM でこの Vital.VIM っていうのを使っているんですけれどもこの普通の僕とかまあ大部分の人には全然気にならない起動速度なんですけれども何かしら Windows なのかまあ s i m リンクなのか実は原因は分からなかったんですけれどもすごい起動が遅いっていうイシューがたびたび上がってきてですねでこの2016年アー,ー2 0 1 6年 にも,うどもうそろそろこの一種見るのも飽きたということで、まあ、なんか直せないかなって考えたんですねで根本的にローディングする部分のコードを書き換えて、まあ、いろんな人にレビューしてもらって、まあ、実装できたんですけどもまあそれが紹介したいことですねまあちょっと詳細は説明を省きますがでそれに関連してなんですけどもすごいその ドラスティックに変変ええたたことで変えたのでのいろんなビームプラグインの作者にランニングしてもらって本家にマージする前にえ試してみてくれないかっていうのを頼んだりしたんですけどもそれ一つえアリスエさんのプラグインがバイタル b ビ a m を使っていてえー新しい機能を使ってくれたんですけどもそれですごい不可解なエラーが起きてえどうやらなぜか 起動したときに VIM のステータスラインっていう下にあるステータスを表示する機能があるんですけどもそれがなぜか消えてしまうっていうバグがありましてこれが昔のバイタルでは再現できなくてどうやら変更が原因だったっていうことが分かってすごいいっぱいデバッグしてもらったりアスセさんをはじめとしてアスセさんのプラグインを使っている人とかいろんな人にデバッグしてもらってなんかどうやら まあちょっと説明すると問題はステータスラインでも何かしらビームの関数を使って何かしら数値を出したり文字を表示したりする機能があるんですけれどもえー昔のビームではえーそこでエラーが起きるとその関数がエラーをスローしてしまった時に毎回ステータスラインを更新するときにあのエラーを表示してるとビームのステータスライン毎回エラーが出して大変じゃないですか。なのでビームのでスステータスラインは 関数がエラーをスローするともうディセーブルしちゃうってう機能が入ってたんですね。で問題はトライキャッチしてちゃんとそのエラーをキャッチしててもなぜかステーサスラインがディセーブルするっていうフラグが立つようになってしまっていたので、えー、これは実はすごいもう一行変更というかコールドい,いメッセージってやつを自動いいメッセージに変えたっていうやつなんですけれども修正なんですけれどもこれが 僕の初めての VIM の、えーまあ、自分だけで書いたバッジになりました。で、まあでまあ、一応強調したいのは、僕だけが書いたのは簡単に僕が書いたんですけれども、まあ、皆さんのすごいデバッグとかを助けがあってこれが作られたというのはちょっと、えー、紹介したい話ですね。で、次もこれはこれもちょっと簡単に説明 したいいなと思いますこれはなぜかというと、またこれも実は去年のビームコン2016でえ紹介していて、ビームスクリプトパーサーっていう先ほど出てきたえとパワーアサートを作ったライブラリの元のライブラリなんですけれども、これ、いくつか問題、これの問題というよりもビームスクリプトの問題としてもうすごい遅いと。このビムビムルパーサーって えーまあ、メインのファイルの関数は大体2,000、5,000行ぐらいなんですけども、ビムビムルパーサーが自身のビムビムルパーサーを、えー、パースしようとすると、40秒、50秒ぐらいかかると。<laughs> それは困った。<laughs> で、実は、これもっと、えー、衝撃的なのは、実はもともとこの、えー、ゆき中平さんが、実は Python 版と、 JavaScript、えー、版も作ってこの JavaScript 版のビミュルパーサーを作っていてそれはどうやって実装しているかというとビミュルパーサーでビミュルパーサーをパースビームスクリプトでパースした後にもう JavaScript に変換してしたオートジェネレートコードえっ、ー、と日本語なんていうんだまあ、自動で変換してトランスレーションするっていうすごいこれまた変態的な えー、機能が実はこのビームルパーサーのサブディレクトリにありましてこれすげえってな,なったんですね。でこのちょうど2016年って6年は僕はすごい g o ラングが好きでこれ Go でやったら面白いんじゃないかって思って実はすごい、まあ、単に楽しみとしてやったんですけどもそれの Go バージョンを作ってみようということで、えー、さっきの JS と Python と同じようなフローと同じように ビームスクリプトをまずパースして Go のコードに変換してなんか実は型とかがあるのは変換できないんじゃないかと思うと思いますけれどもすごいいろんなワークアラウンドもうこの変数名はこの型だとかえしょうがないのはもうこの関数はこの型を返しますっていうのを事前にテーブルを作っておいてある意味タイプスクリプト的なソリューションと言えなくもないかなと思うんですけどもそういうことを使って Go のえ Go 版のビームスクリプトパーサー トランスレーターを作って、えー、まあちょっと一応その結果として、最速のビミルパーサー、先ほど言ったビミルパーサーをビムでパースすると、50秒かかるんですけれども、5ビミルパーサーでパーすると、さあ、何秒かかるでしょう。0. 0. 秒です <laughs> <laughs> やったー <laughs>、はい、ということですね。<laughs> はい まあちょっとなんか微妙に飛ばして、これ合関連ということで飛ばしてちょっと紹介したいのがえエラーフォーマットとレビュードックっていう、同じ2016年の後半ぐらいに作っていて、これをちょっと紹介したいなと思います。レビュードックっていうのは、 いろんな性的解析ツール、スタティックアナリシスツールとか、まあ、コンパイラーのワーニングオプションとかいろいろワーニングとかコードの悪いところを表示して,もらうしてくれるツールっていっぱいあると思うんですけれどもそれってなんか絶対フォルスポジティブがないつまり全部適用可能な修正するべき内容を表示してくれるとは限らないんですね。 でその問題があるので結構新規のプロ違うな既存のプロジェクトに例えば JavaScript のプロジェクトに e s リントとかを足すとすごいいろんなワーニングが出てきてこれを一気に直すのは難しいとか、まあ、そもそもフォルズポジティブ間違ってるかもしれないワーニングを出す前提のリン n t 例えばゴ o l i なんかは、まあ、これ間違ってるっていうのは言い過ぎなんですけども。 別に直さなくてもいいような結果を出すことがあってでそういうやつを CI でそういうツールを CI で回そうとすると大変ですよねと。で、レビュードックはそのツールの結果から結果ともう一個 DIF プールリクエストだとかコミットだとか一個のパジだとかそれを照合することで新しく 出てきたワーニングだけを表示すれば、まあ、それを直,す直してもいいし、まあ、直さなくてもいいし、まあ、で既存のプロジェクトにも導入できるしということでこれを作りました。<laughs> でまあ、そ機能としてはその別にコマンドラインローカルでも、えー、パイプすることで、えー、この新,た新しい変更だけを出したりすることができるし GitHub だとか レビューツールと連携してコメントを表示することができます。で、これどうやってるかっていう、<coughs> すみません。どうやってるかっていうか、一、まあ、つ、えー、コアの問題として、いろんなツールの結果を、アウトプットの結果をパースしないといけないんですね。例えば、ゴーリント、これは簡単で、まあ、こんなようなフォーマットになっている。 次はタイプスクリプトのコンパイラーこれは簡単なフォーマットなんですけどもゴーリントとはちょっと違う括弧になっててそのとこ中にライン,ラインとカラムとかでさらに言うとスカ,ラシスカラコンパイラーはもっとリッチな表示をしてきてファイル名とラインと説明を書いた後にそ,、えー、とその対象の行数とそのこのハット 矢印みたいなやつでこの,このカラムがエラーですよっていう,こう,いう人間に優しい、優しく機械に優しくない結果を <laughs> 出したりするんですねで。さらにさらにさらにスタイルリントっていうすげえスタイリッシュな CSS リンターがあるんですけどもこれの結果はもう本当にすごいスタイリッシュで <laughs> 最初にファイル名があって次にそのファイル名に対する変更がこのように。 様子があってでなんかアイコンがあって説明があるみたいな超スタイリッシュなやつがあるんですね。こういうのをパースしようとしてるとすごい大変で、まあ、すごい軽く説明するとなんか他の Ruby のプロジェクトとかでもで似たような機能を実現するものはあるんですけれども大体全部 Ruby のモジュールを書かなきゃいけなかったりしていやいや僕は絶対に合理人をそのツールに対応するために Ruby のコードは書きたくないと。 でじゃどうしようかなって考えたときにエラーフォーマットっていうビムの機能があってこの機能を使うと、えー、このスキャン F ライクな %F%L%C%M みたいなやつを使うことによってすごい汎用的な形でパースできて。 実はさっき紹介したすべてのリンターの結果をこのエラーフォーマットでパースすることが可能です。今回はちょっとすべてを説明するのははしょります。で、えー、まあ一個一個かったのが、まあ、この GoLang はまあ単に実装なんです実装に使った言語なんですけれども VIM の、まあ、機能とまあ外の Go とかの機能をミックスしてすごいなんか生まれた。 ツールでこれは結構面白いなって思います。<coughs> えっ、ー、とちょっと時間がなくなってきたので <coughs>、まあ、これは簡単に紹介すると VIM8.0、まあのリリースが去年あったんですけどもこれちょっとだけ僕が思い出深かったのが LambdaVIM、えー、にラムダの機能が VIM8.0 で入ったんですけどももともとはマッツンさんが2014年にイニシャルのパッチを書いててで そそろそろビーム8.0をリリースするぞって頃ころでえぜひ僕このラムダって機能を使いたいなと思ってえずっと入ってなかったんですけどもなんかとりあえずパッチをアップデートしてテストだけ書くっていうすごい簡単な仕事しかしないんですけどもその仕事をしてみんなに8.0に入れないかってえいうことでこのマッツンさんとかケイタカトさんとかをはじめとするビーム JP の人にまあ結構いろんな <laughs> 修正とか。 すごいハードワークをしていただいて8.0に入ったっていう結構思い出深い企業とですね。で、インクサーチドットビームのあ、違う、これが最後のもの,の紹介になるんですけども、これ、ついもうなんか5日前に入ったパッチなんですけども、これはどういうことかっていうと、先ほど紹介したインクサーチドットビームっていうのをデフォルトで実現する機能。 まあこの字符で僕、結構、一杯先が伸びるぐらいの <laughs>。わかりますかね、言いたいことが。こう左側がデフォルトのビーム、バニラのビーム、パッチ8.0.1238を使っていて、えー、インタラクティブに <laughs> ハイライトして、カーソルを、えー、検索中にも移動してる。右がインク s e a r c h b e a で同じことをしている。 まあ違いがわかりますかねということで <laughs> えとよくインクサーチ、ヨットビームも結構頑張ってエミュレートしたなっていう結構面白い結果 <laughs>。でもう一個、あ違うな、えーであ。一つハッピーアクシデント、田中ぼたもちみたいな話があるのが <laughs> この機能を実現するパッチに。 関して新しいコマンドラインエンターとコマンドラインリーブっていうイベントが入りまして、これはなぜ入ったかというと、今回の機能はセットハイライトサーチかつセットインクサーチがオンのときだけ全てのマッチをハイライトするんですけども、セットハイライトサーチとかする,人えすると結構ディストラクティングで嫌だっていう人もいるので、いるしまあ逆に普段は設定しないって人もいるので、このようにオートコマンドで コマンドラインに入ったときと出るときにオンオフすることによってもともとの挙動を壊さないまま壊さない方法を提供したまま新しいパッチを機能を出せるってことができて、えー、ハッピーアクシデントでしたね <laughs> でもう一個先ほどのもう一回酒が飲めるジェフなんですけれども <laughs> 右側がこれは実はさっきも紹介したインクサーチドットビームでカーソルをスクロールしてジャンプするスクロールして ジャンプするというやつですけれども、それを is.mu というビームデフォルトの検索を使って同じ機能を実現するプラグインを先日作りまして、まあ、似たような機能が実現できている。これは簡単に説明すると、 もともとインクサーチに自動でノーハイライトサーチハイライ,トハイライトを消す機能があったんですけどもこれも i s b ビー m で実現しています。で、えー、このパッチのヒストリーとしてこれすごい思い出深いなっていう感じで実はもともと123っていう方が3年前にプレフオブコンセプトになるようなパッチを書いてたんですね。インクサーチドットビ b ム m のリリースからだいたい半年も経たないぐらい。 でそこから数年2年ぐらい経ってクリスチャン氏がそのインクサーチ中に次の次の街とネク次か前の街に飛ぶっていう機能を達していてで,でさらにその1年後ぐらいにようやくインクサーチ .mim が GitHub のスターが700ぐらいになったつい1か月前ぐらいの話ですけれども。 これは僕は本当はデフォルトのビームで実装しないといけないなっていうのをもう一回その事実を再確認してですねえやっとこのえ再確認してえ今回のパッチができましたと。でそういろんな人にこのように助けてもらっていて123がもともとのパッチを書いたしクリスチャン氏がえ次と前のマッチに移動する機能を足したしえしかもこの 実装したパッチの後ちょっとリグレ,レッションというかバグがあったんですけれども、それは3人でクリスチャンスと僕とエイジーストさんで直したという3人も連名されたパッチが入りました。すごい皆さんの助けを受けて。あ,あと5分しかない。えー、はい、ニクサーチト i m は、ちょっと失礼せえっと、2013年で、 高須さんが私のお気に入りのパッチっていうのを紹介したんですけどもそれすげえかっこいいなって思っててその時にみんなも結構ガイガーしてたんですけども僕にもそのフェイバリットパッチができたのでう、まあ、嬉しいなって話です、はいでまあ、ちょっと飛ばしつつでこれはまあすごい今までもうほとんど時間を使ってしまいましたけども、まあ、僕の5年の VIM の旅に比べると実は VIM はもう26歳になる。 えー、プロダクトで、まあ、すごいなと、僕よりも実は年上だと、えー、すごい、えー、すごいですねっていう、はい <laughs> はい、あと5分しかないから、もうちょっと、あと5分ぐらいですは、ね、あと分ぐらいです、はいまあ、これは自己紹介。まあ 超打速カムイングアウトですけど、まあ、すごい VIM だけやってて心配される方ももしかしたらいるかもしれないんですけども、も、えー、すごい運が良くて、えー、今年しの4月から Google で働いてたりしてますと、VIM、はい、って実はペイする言語だったんですね。最後ちょ,っとちょっと残念ながら飛ばし気味で まあ、あとは VIM とコミュニティの話、はい、タイトル思い出しましたね VIM とコミュニティの話をしたかった VIM のコミュニティの良さっていうの一つはダイバーシティがあるなってことで VIM のビムビーマーの中でもすごいバニラ VIM デフォルトの VIM すごいスパルタンな VIM がいたりすごいもう日々に VIM プラグインを使っている <laughs> ダークビームマスターのような VIM、えー、がいっぱいいますね僕はこっち側ですね <laughs> で他にも最近ネオビムユーザーとかそういスタイリッシュな人もいるしでさらにさらに言うと EMAXEVIL を使ったり Atom でビームモードの拡張を使ってるみたいなでちゃんとこういう、えー、今年はないですけれども数年前のビームコンフでは EMAXEVIL を発表した人がビームコンフで発表した人がいますし今年と去年 お昨年はどうだったかな ?TTMD さんが、えー、Go から Atom のビ i m 拡張の話をしてくれて、そういうダイバーシティがありますね。まあ他にももちろんイデアビ i m とかあると思うんですけど、これ面白いなと <laughs> で。マルチプラットフォームっていうのも一応あって、ビ i m って Windows とか古い OS とか捨ててなくて、いろんな OS を使って OS 上で動きますよね。でランゲージプログラミングランゲージ、ビ i m で書く。 言語もすごいいっぱい何でも書けるビームスキーとから始まって C から始まって Go から始まって C ブラブラから始まっていろいろ書けます <laughs> で,でしかもユーザーのバックグラウンドビマーのバックグラウンドもさまざまでなんかコンソールに向かっていろいろやってる人とかウェブサイト作ってる人とか組み込みだとかウェブサイト作ってる人とか モバイルアプリ作ってる人とか、まあ、たくさんいるしすごい人それぞれ得意な分野 Windows が得意だとかマルチバイト関連が得意だとか,なんかターミナル関連が得意だとかビンプラグインが得意だとかパッチが得意だとか、まあ、いろいろありますね <laughs>、えー、でそこのコミュニティってダイバーシティあるのってすごいいいなと思ってすごいいろんなことが学べて例えば Ruby のコミュニティだとどうしても Ruby の人が集まると思うんですけどもいろんな言語を使ってる人がいるので いろんなことを学べるしいろんなボキャブラリーデザインとかコンセプトが学べるでこういう VIM がいろんなインクルーシブにいろんなものを対象にすることによってなんかランゲージ非依存の機能例えばさっきのエラーフォーマットっていう機能ができたりまあみんなで学び合えるしで困ったら別に VIM 以外でも助け合えるしで僕がいろいろ紹介したプラグインでも競争があったりインスパイアがあったりしてこれは結構いいなと。 でそう僕が、まあ、気づきますかね、僕が紹介した VIM、えー、の活動で、多分ほ,ほとんど、ほとんどのものが、すべて誰かしらの助けとか、えー、ライブラリを使って実現されていて、もう、絶対僕だけでは、えー、これらの、なんだろうな、VIM の活動できなかったと。なので、できなかったし、すごいいろんなことを、VIM 以外も、なんか GO とかも。 ビームを通してというのはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、学んだし、まあ、いろんなことをもらいました。<laughs> ということで、すごい、えー、ありがとうございます、ビームコミュニティで、まだ終わりじゃなくて、ビームビームコミュニティで大事なのは、あと、あなた、&YOU ということで、<laughs> えーまあ、ダイバーシティって大事なので、すごいいろんな人がこのビームコンフェに来てくれるのは、すごい嬉しいと思いますし、まあ、いろんな人がいて楽しいなと思います。で <laughs> いろんな方法でコントリビューションすることができると思っていて別にライティングパッチを書いたりビームプラグインを書いたり別にそういうのが最初はできなくてもバグリポートとかアイディアをちょっと作者と話すだとかまあ他にも他にも翻訳があるとかもう単にビームでなんか書いてたらそのうち何かいいことが思い浮かぶんでそれもビーム活動だと思うんですね。でまあ自分が特に分野でやっていただければいいし自分が えー、そんなすごい大操いたことを最初からする必要はなくて、すごいフラグで1個機能を変えるだとか、そんなことから始めてもいいので、えー、今度は、えー、あなたが、まあ、もうすでにあなたのたち、えー、皆さんもビビのコンビニティの一員だと思うんですけれども、えー、あなたたちの、えー、ビビの旅を僕,に聞か僕とかみんなに聞かせてくれたらなと思います。えー、発表あありがござい、えー、ありががととううごござざいいまました違う <laughs>